宇宙の一つのもの、そう、それが星。星って輝いてるだろ、うん、だからお前も輝いてるってことになるんだよ。ね、役職説明していきます。新役職ですね。何？スプリンターという役職で出ます。スプリンクラおい誰が水のスターやぞ。でスプリンターっていう役職はですね、能力を使うと移動速度が上がります。はい、うん、よろしくお願いします。以上です。はい、やってね。よくできました。お願いします。正直レプチン夏目のどっちか釣らざるを得ないと思う。どっちかね。いつも皆さん同存していただきありがとうございます。おーいいいしょーねー。不正気張るな。不正行為だなこれ。不正なんだ。言われて悪い気はしないな。愛嬌で守ろうとすんな。いつも皆さんすごい明るくて夏目にはない長所があって本当に、うん、なんでこびこびなんだよ。ちなみにレプチンさんは何か一言ありますか。いつも皆さん僕と一緒に遊んでいただいてありがとうございます。いつもね。あなんだろうな、夏目のなんかありがとうございますってさ、ありがとうございますじゃねえよな。わかる。夏目のありがとうございますってなんかありがとうございますじゃねえんだよな。ありがとうって言っといた方がいいかなみたいな感じで言うことが多いからな、あの子本当に。すいません、ごめんなさい。中野内さん、失礼しました。はい、あのあなたの悪口夏目幽霊視点で全部聞いてましたからね。最初から最後まで全部あなたが夏目の配信上で夏目先生のありがとうは信用ならない、あいつはありがとうで感謝の気持ちもなく適当に言いふらしてるっていうのを幽霊視点で全て聞いてましたからね。ショートで必ず悪意のある切り抜きの編集の仕方として出しますから。よーいドン。おしょはやおしょ。早い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 。めっちゃ。新ネタ今発車の目の前で。あらら。あれ？発車。これのっちさんの責任ですよ。ちょっと待ってくださいね。じゃあ私の経路言いますよ。宿舎前、エンジンルーム、武器庫、キッチン、セキュリティ、エレキ、診察、貨物、ラウンジ、アーカイブ、右リフトでボタンです。あの短時間でタスクもしないで、あんそんだけ移動してるのは普通に考えて黒いんで。聞いてください。中野っちさんがバーンって飛んでった時にミサトランがそのまま引かれて持ってって引かれてるそれ。俺話してたのに。お前早すぎて人殺してんじゃねえよ。ピピエピトトピント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 トピントトトピントトトピン。 I have a lap I have a team on Leptine. I have a LeptineI have a chin. Oh, lep chin chin. Lep chin chin. Lep chin chin chin. Lep 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 chin chin.サンジ、サンジ、サンジ食べ過ぎやすいやつ。どういうことですか。痩せろよデブ。おいおいデブ、食べ過ぎ食べ過ぎ。どういうことですか。あ、しんどる。サンジさんどういうことですか。一体真面目にやる気あるんですか。逆スプリンターがいます。ちょっと悩みがあるんですけど、孤独、孤独について語っていただけませんか。ああ、
孤独と孤独か。むせすぎ、むせすぎ、むせすぎ。ああ死ぬかと思った。はあ。いやもうこれ。孤独か。それってさ、なんで真実を知りたくなる？探したって答えなんてないのにずっと歩き続けてる。なあ、わかるだろ？お前が見てるもの、それは間違いなく目の前にあるものだ。人間が授かった大いなる才能、それは共感する力です。これはメリルストリープの言葉だ。お前が辛い時は、それは誰かに共感してもらえるってことだ。結局答えなんてのは誰にもなくてさ。だから人生はきっと難しいことがたくさんあるんだ。きっとそれはもうお前もわかってるだろ。自分自身が導き出した答え、それが本当の道なんだってことなんだ。じゃあ自分自身探す必要なんてないよな。きっと探す必要なんてなくて、答えはいつだって導いてくれる。お前が一番ぐらいは。人が死ぬ時についてちょっと語ってほしくて。人が死ぬ時、人ってどういうものかわかるかい？人ってさ、一つ一つが輝いてるんだ。それはまるで星みたくてさ、たとえね、一人一人が宇宙の塵って言われてる星でも素晴らしいもので、だから俺たちも一緒なんだ。一人一人もしかしてずっといる。しんさん、さすがにね、輝き具合が違うんだ。あまり素晴らしいものなんだ。みんな一人一人の輝きがあるんだ。だから前を向こう。一回目壁を乗り越えるのは怖いかもしれない。でも人ってのはさ、一回その壁を乗り越えると、その高さの壁が次ぶつかった時、乗り越えたことがあるから。これ提案、いやこれさすがに小見さんわけは喋ってないでしょ。死ぬかもしれないと思うと、今の人生に感謝できるようになる。これはアンジェリーナ・ジョリーの言葉なんだが、こんな言葉があるってだけで元気になれないか。アンジェリーナ・ジョリー、誰だって最初の逃げ出したくなる。すげえマジで。逃げ出したい時は逃げ出せばいいんだ。だって俺はそれが逃げることとは思わない。それが素晴らしいことだと思ってるから。そう、例えばの話、道が割れていて、それを飛び越えるのに助走をつけるだろ。助走をつけるときって一回後ろに下がるだろ。助走をつけて走るから飛び越えられる、乗り越えられるものってあるんだ。だから止まったりするのは全然逃げなんかじゃないんだぜ。そう、後ろに下がる。すごすぎだろマジで。さすがに、さすがにかな。ベートーベンの言葉なんだが、勇気は何しろ正しい道に導く。もういいよ、素晴らしいと思うんだ。これってつまりどういうことか分かるかい？今死んでしまってることも、そう、勇気は正しいことを教えてくれるって道なんだ。素晴らしいだろう。全てが人生の一部。そう、人ってのはそういうものなんだ。人は常に難しいものである。そう、それは誰かが言っていたかもしれない。でもな、何百年あっても俺は生き延びることができる。みんな大丈夫。みんなが生きてるっていうのは素晴らしいことなんだ。だからな、俺はいつまで経っても輝いていられる。みんながいるから輝いていられるんだ。そう、この人生は素晴らしいんだ。今日の MVP は新さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、なんかじゃあ MVP になったということで、はい、はい、ちょっと一言だけでいいんでね、ちょっと、あ、わかりました、はい、じゃあ MVP、 それはなんだ、何かを追求することは大事なのか、追求することが全てなのか。俺は違うと思う。自分が正解だと思ったものが答えなんだ。
たまに誰かがそれは正しくないなんて言うかもしれない。でもそれはさ、他の人の視点、そう、お前の人生、お前が決める。だから俺の人生は俺が決める。そう、自分の人生だから。じゃあすいません、お先失礼します。分かって。自分が他人より劣ってるものだと思わないこと。思わせることは他の誰しもできない。これはエレノア・ルーズベルトの言葉なんだが、俺はそれが真実だ。すでにそれが素晴らしいことだと思う。お疲れ様です。だって人生は長い。一度きりの人生だからこそ、やっぱ自分で頑張れるものってたくさんあるよな。被害者ではなく人生のヒロインでありなさい。これはノーラ・エフロンで言葉である。そう、こんな言葉があるってことはもうそれだけ素敵じゃないかなあ、中野っち。努力なくして力なし。これはオプラン・ウィンフリーの言葉なんだが、知ってるかい？なんで俺に問いかけたの今。これは素晴らしい言葉だと思うんだ。なんで今俺に問いかけたの今。やってるかと思ってまだ演説。ブリシーよ。やっぱ気になってきたよね。気になってきた。それはでも違うことだと思う。お前が否定してることのすべては俺が否定してることとは限らない。それはイコールではないからだ。ノットイコールって言葉しかない。ノットイコールってのはさ、なかなか難しい計算軸みたいなもので。4月中に頑張っていきたいと思います。来、マジか。お前が思ってること、それは全部お前視点の問題なんだ。なあ、分かるだろう、中野っち。そういうことなんだ。はい、はい、そうです。それが宇宙の一つだったとしても、うん、宇宙の一つのもの、そう、それが星。星って輝いてるだろ、うん、だからお前も輝いてるってことになるんだよ。じゃあまたな。面白かった。めちゃくちゃ面白かった。